はいはいどうも、こんにちは。今回ね、またドリームダディ続きからやっていこうかなと思います。前回は、ブライアンと、まあ、デートして、まあ、2回目だよね、やって、で、まあ、相変わらずというか、もうさらに、今まで以上にブライアンの評価が上がったなっていう終わり方したわけ。今まで以上に。ただ、ここでなんだよな、ほんと迷うところ。他のキャラを見るべきというか、他のキャラの、詳しいところを知りに行くか。いや、ほんとでもね、マジな話、ま、ほんとブライアンがもう大手なのよ。ほんとに。なんかやっぱ結局人間性じゃん。やっぱさ、こっちもこっちで歳なのよ。この悟空も。この主人公のね。主人公の孫悟空も、まあまあいい歳してんのよ。やっぱ。結局そんなかっこいいとかじゃないじゃん。やっぱ人間性じゃん、もう。選ぶ基準はさ。まあ、そうなるともうほんとブライアンかダミアンなんだよな。どうしよっかな。でもこれハート3だからさ、多分、次行ったら多分、まあなんかイベント起きるか、なんか次で結構、ね、確信に行くみたいなことになるだろうからさ、ちょっとどうしよっかな。とりあえず待って、まあ、前回も言ったけど、マットとヒューゴとロバートはちょっと今回は見送ろうかな。クレイグ。いや、終わらせるか。なんかもうちょっとずっとやってこなかった俺が言うのもあれだけど、もうちょっと遊びたい自分もいるんだよ。心の中で。そう。これでもさ、多分これ3行ったら、他のキャラ選べなくなるよな。普通に考えて。多分。うわ、ダミアンと迷うなぁ。やっぱブライアンかなぁ。でも、ブライ、なんかダミアンも親子関係いいなとか言ってたけど、ブライアンなんかもちろんいいしなぁ。やっぱ娘同士が仲いいってのはちょっとポイント高いわ。他のだって、他の子供たちと別にアマンダであんま仲良くしてる描写ないもん。ヒューゴとダミアンちは男だし、まあ、クレイグのところもあんまり関わってなかったし、決めるか、ブライアン。どうなんだろう。行こうか。今回俺はブライアンで行きます。好きな色、緑って色は結構好きな色でもあるんで、そういう意味でも効果はないかなと思います。ブライアンで行かせてください。ちゃんと決起作り。あとやっぱね、はよやれよって話なんだけど、このブライアンの家が家を飼っているってことと、ブライアン自身が日曜大工持ってこいの男っていうのが、もう、男としてのポイントが高い。こういう、やっぱ、こういうお父さんになるべきだよ、みんな。日曜大工もできて、ワンちゃんとも仲良くて、娘とも関係良くてよ。優しい。完璧や。え？三度目のデートが意味することはわかるね。相手は君のことを真剣に考えてる。彼が君のドリームダディ。ここで回収するのか。はい。心は決まってます。ブライアン。ていうかあれなんか、じゃあ断られるとかあるのかな。でもブライアンはでも割と評価いいはず。行こう。長きにわたってやってきた、このゲームですが、今回で、終わりになるかもしれません。やっていこう。どうなの？ねえ、今晩こそ移動遊園地に連れてって。今晩こそ？遅いんやって、お前ら。腰を起こすのが遅い。毎回思うけど、前日に決めろよ。今晩の晩なんだよ。え、まだ朝とか昼ならいいけど、晩じゃん、晩。綿飴を持って帰ってきたんだけど。いや、知らんもんは知らん。いつどこで誰と出かけて、景品にもらったテディベアだってちゃんと説明してパパにあげたよね。本当に何も覚えてないの。なんだ、その遊園地のことか。てっきりあの遊園地のことかと。今夜は一緒に来てくれるよね。悪いがすぐに返事はできないだ。パパはほら。どうしても外せない大事な仕事。そんな、一人で黙々とやるほど好きなの、ワードジャンブル。娘と、どこかに行くってことよりも大事なの。
ワードジャンブルが残りできるのはパーク、ドック、クロック、クリック、シリアルかな。パパにも分かってるさ。全部合わせできること、秘密の言葉はプール。お前にワードジャンブルの才能があったとは。一緒にやっとけよ、娘と。なんで一人でやってんの。とっておきの服を着てよね。今夜はかっこいいパパと腕を組みたい気分だから。あ、じゃあもう、約束じゃなくて偶然出会うのか。いいよね。なんかその、本当に君にとって彼がドリームダディなのかいっていう、この言ってきた後のイベント。だから最後のイベントこれなのいいね。なんかハッピーな感じして。あるかな専用のあるかなカットとか。こういうゲームありがちじゃん。なんか恋愛ゲームとかさ、なんか最後のとか大事なシーンだったらさ、専用のカット1枚がバーンって出てくるとかあるけどさ、作ってんのかな。作って速度はあるよな。あんま上げない方がいいか、ハードル。なくても全然僕はいいよ、全然。前も聞いた。ありそうってだけで、なくても全然楽しいわ。アトラクションに乗ってくれるよね。絶叫マシン道場は父親選挙区で拒否権の行使が可決されてる。フェンスの前に立ってお前がアトラクションに乗ってるピンボケ写真を撮るという父親の義務を果たしてやろう。絶叫マシンの定義は、動くアトラクション全部だ。パパと一緒だと全然楽しくない。あ、見つけると、あ、なるほどね。テレサのこと、病気でダウンしてる。なら、あの電子タバコを持ってるやつはどうだ。アレックスなら学校のトイレで電子タバコを吸ってるのがバレて停学中。どういうことだ。着いたよ。え？何？え？遊園地とかさ、ちょっとごめん、全然触れてなかったけどさ、移動式遊園地って何？ごめん、今晩来てる移動式遊園地っていう概念がよくわかんない。ごめんなさい。今更だけど。汚れ手で綿飴とソーダのカップを持った子供たち。あ、なんかあれかな？祭りみたいな感じ？でもジェットコースターなんであんだろう。揚げ物の屋台からね。お気に入りの店がこの辺りにあるはずなんだけどな。待てよ。あれはもしや、ブライアンか？わっ、誰かと思ったら。同じ日の同じ場所にデイジーが来てるなんてすっごい偶然。同じ日の同じ場所にアマンダが来てるなんて信じられない偶然ね。ねえデイジー、すっごく不思議。でも偶然だもんね。やあブライアン。やあゴッくん。対抗心が何に変わるのか気になるね。逆にさ、これまでってどっちかっていうとなんかゴくんがさ、なんかちょっとこう、なんて言うんだろうな、惹かれてるみたいな描写の方が多かった気がするけど、こっちってやっぱ対抗心の方がやっぱ多いもんな。まあ前回なんか、裸見てキュンってしてたけど、悟空が。君の電動高枝切りバサミをまだ諦めてないんだが。いろんなアトラクションがあるんだな。完成見て回ろうよ、みんなで一緒に。めちゃくちゃ楽しそうな終わり方しそうじゃないこれ。一番いいんじゃない。なんか重くないし。重くなんのかな。これを手伝ってもらったり、デイジーのおいしい魂の殻をロックンロールで壊してやったり、デイジーはすごくいい子なのに、パパたちは文句を言ってばっかり。あいつは私の悪口を言ってるのか。それじゃなくて、対抗心を捨ててお互いをさらけ出したら共通点がたくさんあるって気づくと思うんだけどな。深いなぁ。やっぱ似た者同士ね、なんかこう、喧嘩になっちゃうこともあるだろうからな。立場も考えてよ。パパの頭は冷え切ってるさ。これ以上ないくらい冷静に考えた結果だ。完全上だと証明できたら液体窒素並みに冷え切れるさ。今日ここでブライアンぶちのめす。ああ、だってそうですね、君が本当にドリームダディとか聞いてきた、いわゆる最後のデートでこれだからな。ぶちのめすだぜパパ。ミニゲームあんのかな。ちょっとしたゲームもしないのか。ちょっとした親善試合ってやつだな。私はあそこのピエロが見たかったのに。まあピエロが怖いくせに見え見えの嘘は寄せ。もう仕方がないからゲーム付き合ってあげるけど、一晩中ここでゲームに夢中になってるようなら父親失格だからね。そう言うなって、お前の欲しいものを取ってやるから。お前にも景品をもらってやるぞデイジー。
ブライアンよりいい景品を取ってやろう。そいつは楽しみだ。あ、ミニゲームなさそうだな。月光署よりなかなか勝負がつかない。どちらかが再戦を申し込むためにアマンダとエイジがうんざりしたため息をつく。もう男の、まあいいところでもあり良くないところでもあるかな、こういうとこは。パパいい加減にして。あと一回だけやらせてくれ。どうてんか、ごっくん決着はどうつける？のんきに鉢の中を泳いでる金魚を手に入れるのはこの私だ。アマンダ、勝って金魚をもらうってのはどうだ？それで終わりにしてくれるなら何でも。決まりだな。え、音楽やんだ。スキーボールか、腕に覚えは。舐めてもらっちゃ困る。私は世界一のスキーボールプレイヤーだ。その私を倒せるとでも。芝刈り機をかけるか。君が電動高枝切りばさみをかけるなら。買ったやつが庭仕事の道具を手に入れるってことでいいな。あ、これ来るぞ、ミニゲーム。やばい。これさ、やり方教えてほしいんだけど。結構ちゃんと作ってそう。ん？どういうこと？はい、完璧。違うな。ミスった。ミスった。ああ、喋るよって話なんだけど、こういうタイミング系はやっぱさ、さすがに喋れねえわ。タイミング系はちょっとやっぱ俺喋れないから無理だわ。こう人には向き不向きがあると思うけど、タイミング系はちょっと無理だわ。ええー、嘘。あ、ちょっと。ええー。嘘。ええー、負けた。悪夢だ。最悪の悪夢だ。私はがっくりとルイーズを落とし、血を握りしめた。どうしてこんなことに。パパだって他のお客さんの邪魔。負けた。お前のもんだぞ、デイジー。でもパパ、うちに金魚を買う道具がないわ。ここは和平、公平をするべきよ。ニャマンダ、金魚をもらってくれない？まだ、敵から贈り物受け取るんじゃない。ありがたくもらうね。あ、まだ、ダメだ。デイジーは金魚はまだ。大事にするって約束する。でも時々会いに来て仲良くしてやってね。この子は寂しがっちゃうから。アマンダ。名前はどうしようかな。ライアンにする。え？はい、私乗りたい。よし、行くか。パパ、犬の水を下で見ているからみんなに乗ってきなさい。遊園地のアトラクションはどうも好きになれなくてね。あまりにも乗り悪いな。観覧車ぐらいはいいだろ、別に。絶叫系はまだわかるけど。アトラクションが大好きなんだ。好きすぎて頭おかしくなりそうなくらいさ。あ、張り合おうとしてんのか。お前これもう、観覧車なんかもう一番メジャーじゃん。そのドキドキラブラブ。三角王の試験はどうだった？終わっちゃった？え、終わってないか？もう見てなかった最初の分。高校数学ってそんなに簡単なの？そうよ。でも学校生活はすっごくハードだから覚悟しておくことね。ストリートへようこそ。歌集にはもう目を通した。うん。女性の写真家の作品がすごく素敵だった。同感。いい趣味してるね。いつかアマンダと撮った写真が作品集に載る日を楽しみに。めちゃくちゃいい関係じゃん。まあ、娘が仲いいっていいよね。本当に。子供同士が仲いいのは本当にいいわ。泣けること言ってくれるね。この子らは本当に可愛いな。いい言葉。次の方。お先にどうぞ。次はパパよ。あれ？おい待て、組み合わせが。あ、親と娘で行くよ。おい、仲良くしなさい。ちょっと、そのドキドキラブラブ、なんかすごい開放的な観覧車。大丈夫これ、怖くないこれ、窓とかじゃないんだ。それかめちゃくちゃ綺麗な窓か、どっちかだな。
アマンダが何を考えてるのかさっぱりわからん。俺もだよ。来るぞ、これなんか、今んとこわかんないけどな、そのなんか恋愛的な方に行く、あれが。もっとゆっくり動けないのか？これでも早すぎるって。そうじゃない。最悪だ。いきなり停止した。係員が地上で何か叫んでる。乗客の皆様、申し訳ございません。観覧車が停止してしまいました。どうやら工藤部の重要部品がアライグマに盗まれてしまったようです。アライグマはとても頭のいい動物で、光物が好きです。大好きですから、盗んだとしても。なんだその、あ、ディズニーチックなんだな。なんかディズニーもこういう、言うらしいじゃん。なんかその、不具合というかさ、アトラクションになんか、ね。その、まあ、止まったりとかしたら、今なんかドナルドがどうのこうのとかさ、ミッキーマウスがいたずらをしてみたいな。ミッキーマウスっていたずらするキャラとして描かれてるか知らないけど。そういう時多分、まあ、いたずらするキャラに言わせるのかな。なんかいろいろやってくれるっぽい。そういう感じなのかな。観覧車をただ動かすには少々お時間かかります。落ち着いてゴンドラの中で座ってお待ちください。その、それと、ゴンドラの中では手で何かするのをお控えください。そうなんだ。口で何かするのもいけません。結構。さあ、楽しみたこと。胡椒溶けたチーズをたっぷりの乗せた焼きたてのステーキを受け取っているところだった。失敗したな。乗る前にファンネルケーキを買っておけばよかった。おっと、結局覚えのある音だな。お、またくれた。チェリーとマンゴーどっちがいい？君のグラノーラバーなんか欲しいもんか。好きにしな。くそ、なぜグラノーラバーを受け取らなきゃった。モーターを再起動させようとしている。ワードジャンブルの豆本でいいのかな。図本思い出した。ポケットから取り出すと、あ、持ってたんだ。それなら 俺も持ってるぜ。へえ、いいじゃん。バカにしてるのか。何やってんだ。まあ降りたら見つかるだろ。投げない方がいいよ。普通に下に人いたら結構まあまあな高さだったら危ないよ。いらん。どう行くのこっから。ハッピーな感じに。あ、これか。どうしてあんたは俺を嫌うんだ。嫌うだって。そっちこそなぜ私の上に立とうとするんだ。何言ってんだ。あんたの上だなんて思ってねえよ。ならグラノーラバーもクロスワードパズルも親切心でよこそうとしたというつもりか。まあ、それはそうだろう。これまでの、そのなんか釣りだの、ゴルフだの、さっきのやつだのさ、そういうのは、ねえ、多少対抗心というかさ、煽りみたいなのもあったけど、ここの二つは違うだろう。あんた一体何を。そうだよ。信じられん。君はあいつだって優秀な娘だの、庭作りだの、最新の芝刈り機だの、自慢ばっかりじゃないか。もうたくさんだ。あんたこそ断るごとに俺を出し抜くことばかり考えてるだろう。私が勝てるのは君との出し抜き競争だけだ。君が勝つからな。いつだって君の勝ちじゃないか。俺はあんたに勝とうなんてしてねえよ。意外と勝ってるぞ、ゴー君。こんなこと言ったらあれだけど、ゴルフも釣りも勝ったぞ、一応。さっきのも勝てたけどな。なあ、冗談だろ。いや。だが。俺はあんたの上だなんて考えちゃいねえよ。あんたとアマンダはすごい奴らと思ってる。最初の頃は楽しんで競い合ってると思ってたんだが、そのうち気づいたんだ。あんたが俺を嫌ってるから競ってくるんだってな。なんか、悲しいな。そう思えば思うほどあんたに思い知らせてやろうって気になった。もちろんあんたをコテンパンにしてやりたいと思ったこともあったぜ、ゴー君。でも俺の本当の望みはあんたに俺を好きになってもらうってことだった。まあ、この好きは別にそういう意味じゃないけど、ラブじゃなくてライクだと思うけど。そんな、私はひどい大バカ野郎だな。え？一緒一緒、これ一緒一緒。一緒じゃん。一緒じゃない何が違うのこれ。一緒じゃん。何が変わるんだ。まあまあでもとりあえず、ごめんなブライアンっていう一言、どっちが言いそうかな。自分の気持ちに正直になるって大体あれだよね。あの告白みたいな感じになっちゃうよな。こっちも告白っぽいけどな。どうしよう。これ、近すぎて。近すぎてこうつけられないパターンあるんだな。人間って。なかなかね、
表と裏でコーツがってことあるのに、こんな近くて表1と表2でコーツつけがたいってことあるんだな。どうしようかな。限りなく近いもんな。まあ、うまくぶつけるって言い方からなんかもしかしたら強くいい可能性もあるな。こっち行こうか。あ、来た！ブライアン。本当にすまなかった。私は今までずっと。理解した。アマンダは私にこのことを伝えようとしていたのか。私は自分の不安な気持ちを君にぶつけていた。君を見ていると自分が出来の悪い父親のような気がして、ちっぽけなプライドを守るためにどうすれば君をへこませられるのかってことばっかり考えてた。本当にバカだったよ。今だから正直に言うが、君のことはとてもかっこよくて強くて素晴らしい父親だと思ってる。それに君はすごく、今はまだ言わないでおくか。とにかく私は君を心から尊敬してるんだ、ブライアン。嫉妬に駆られて不快な思いをさせてすまなかった。もしも君が私を許してくれるなら、私たちはいい友達になれるんじゃないかな。俺たち、やり直せるかな？どういう意味だ？最初からやり直そうってことだよ。いや、俺はブライアンだ。よろしくな。いや、ブライアン、私はゴクンだ。知り合えて嬉しいよ。素敵なシャツだね。ありがとうよ、ゴクン。ニヤニヤと笑う。だが今の私たちの間には心地よい一体感があった。皆さん、ご心配おかけいたしまして、申し訳ございません。アライグマはパーツ盗んでおりませんでしたが、モータースを走り回っておりました。我々カガリン軍はアライグマ軍と休戦協定を結び、平和的に退去していただきました。デジタマンド探して、そうです。人混みに行くなよ。突っ込まなかったけど。人混みに行くのは怖いからやめてね。どうなるかと思ったが、君と腹を割って話してよかったよ。これもだよ。これで二人とも家でのんびりと夜を過ごせるな。ドリームダディってなんか結構そういうなんかふわっといい感じで終わんのかな。なんかゴリゴリのなんて言うんだろう、男と男の恋と思ったけど、なんか普通にいい感じで終わってるよね今んとこ。和解。お前たちに知らせだ。パパとブライアンはやっと誤解を解き、hey. それどころじゃない。ブライアンが大変。え？ブライアン、ブライアンいるよ。ブライアン隣に、ああ、キングのブライアン。びっくりした。キングのブライアンよ。なんだって？デイジーと私、いや、激流下りのライドに乗ったの。下り始めた勢いで、ブライアンが、マルダのボートから吹き飛んじゃった。アトラクションの屋根に引っかかったの。助けなきゃ。それ助けられるか？それ助けられるか？いや、ブライアンなら。魚よ、魚のブライアン。あ、そっちか。急いで。すごい高い。すごい高いアトラクション。激流下りに駆け寄り、金魚のブライアン見つけた。確かに袋がライドの垂れ木に引っかかっている。待ってる。今助けてやる。遊園地が閉まる前に助けなきゃ。とは言っても閉園まであと10分だぞ。係員に任せろよ、それは。すいません、かかっちゃったんですけどって言えばいいじゃん。なんで俺らに言うの。90秒一周するみたい。ブライアン急降下する直前のパイプにぶら下がってるから助けられ、え？これやらされんのかな？驚いたな。数えただけよ。大したことじゃ。やいぞ、デイジー。ドラキュアはかなり高いところになるな。どうすれば手が届く？おお、そうだ。ルギルを引っ掛けて、取る棒を借りてきたから、係員から借りるなら係員を呼べ。なあ。これなら届くだろう。え？はい、これが最後の2枚。ブライアンの命はパパに託したからね。え、これやらされるのかな。あなたたちで最後ですね。準備はいいか。あ、でもないっぽいな。覚えてるか。あれはちょっと言い過ぎたかもしれん。最後の見つけたぞ、あそこだ。人間じゃない。準備はいいな。連座席からは届かんね。あんたに任せるよ。任せるな。そんな自信がないよ。俺はお前ならできるって信じてるぜ。息を止める。できる。私ならできる。できない、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 できない。
違う違う。鬼簡単マンゴーもしかして。あ、なるほど。なるほどね。俺ならできるってことね。あー、いやー、いいな。そのミニゲームの挟み方は好き。センス丸。戦いで得したばっかりの、ちょっとしたね、ちょっとしたこれを挟んでくれるのは粋かもしれない。魚のブラインが入ってる袋を引っ掛けた。袋はちょうど私の膝の上に落ちてきた。やったぞ。硬化中でも 手放さないように。硬化するんだ。それも結構だ。うわ、思ったより早い。遊園地のアトラクションが大好きだというのは大げさに言い過ぎたようだ。少し控えめに言うとアトラクションがあまり得意ではない。正直に言うとめちゃくちゃ怖い。俺がついてるだろ。二人なら大丈夫さ。いやあ。大きな道しぶきを上げ、うんうん、ブライアン、私まだ私の手を握ってくれくれって言ってって。ちょっと滑舌が悪くなかったよ。なあ、大丈夫だって言ったろ。ブライアン。だブライアン、ちょっと時間が。これ最後だから長くなるかな、やっぱ。まあ長くなってもいいか、45分でお届けします、今回は。ブライアン。ただいま。え？じゃなくて金魚のブライアンよ。おっと。え？あ、そうだ。金魚助けてくれてありがとう。絵はいらねえよ。全部あんたのパパのおかげさ。ここの謙虚さもいいよね、ブライアンは。いや、チームワークのおかげ。あ、ここもいいね。変わったね。みんなが得意を生かしてこの子を助けたの。ブライアンさんは棒を持ってきたし、デイジーは暗算をして、パパは金魚を取ってくれた。私は何もかっこいいところがなかったな。いや、お前がいたからこそ。危なかったじゃないか。あ、ね、確かに私たちがしたことは危なかったかも。でも今日、私たちはルールを守ることなんかよりずっと大事なことがあるって証明してみせたの。チームワーク、友情、それに愛の力で困難を乗り越えたんだから。目的のために団結した私たちはバラバラでいるよりずっとずっと強いチームになったの。それなのにあんたが。そっか、それは結構、閉園の時間だからとっとと帰ってくれ。大した演説家だな。ここでもう少し待って花火を見ていかないか。見なきゃダメ。花火に消極的な子供なんて君が初めてだよ。そうそう、私たち先に帰ってもいいよね。何時間も景品を背負って歩いたんだもん。背中が疲れちゃった。なら先に帰ってなさい。パパたちは後で追いつくから。ちょっと二人で見んの？